と私この間藤森さんの本を読ませてもらいました。プライドレス読んでくれたの？読みました、読みました。嬉しい、ありがとう。感想聞いてもいいですか？いや、で気になったのが、はい、学生時代の中田敦彦ってどんな人だったのかな、その出会った時に、どういう人で、出会った時ね、はい、どんな印象、第一印象とか、はいはいはい、いい質問ありがとうございますそれで言うと、本当友達期間っていうのがあって、それがまあ出会って、まあ、第一次、はいはい、中田敦彦で、友達期間の最中に吉本の NSC 入るよって変わってくる相方になるんだけど、そこからまた全然違うから、確かに、そのだから相方になる前だね。うん、そうそうそう、なる前の出会った時のあっちゃんがまあでも知ってる通り、あのバイト先で出会ったのね、はいはい、俺らで。とにかく最初の印象はマジで面白かったの。面白かったというか、あっちゃんの周りに人だかりが毎回できてて、バイト先で、本当に夜中とかにさ、あの事故の受付センターっていうのがあって、保険会社の、はいはい、だまあ正直夜中事故もそんなないから電話鳴らなかったですよ。空き時間長いわけよ、うんうん、いう時にもうゲラゲラ笑い声聞こえて、その中心に必ずいたのがあっちゃん で俺はあの人何なんだろうなって思って見てたら、なんかあっちゃんからも俺にこう近づいてきてくれて、うんうんうん、でもその時マジでなんかね、見た目やばかったよ。見た目がやばかった、うん、すっげえ変な、なんかメガネのサングラスかけてて、サングラス夜なのに、夜なのにもうおかしいじゃん。いやファッションセンスとかもう感覚マジぶっ飛んだから、ぶっ飛んだっていうかめちゃくちゃ悪かったからあのね、なんかこういうさ、上だけフレームついた、はい、あのちょっとチンピラみたいな人がかける、はい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 、怖い、それにね、うっすら色が入って、うっすら色怖い、ね、しかもサングラスじゃなくて度も入ってんの、メガネとしてどうしたいの、見たいのか、カッコつけたいのか、怖がらせたいのかよくわかんない感じのメガネつけてて、で、なんかね、変な柄のシャツとパンツ、本当にチンピラみたいな、多分憧れてたんだと思う、そういうちょっとこわもてな、ちょい悪みたいな、うんうんうん、だったんだけど、あっちゃんも俺にこう声かけてくれて、はいはい、なんか後で聞いたら、なんかこうすごく爽やかでイケメンだったから、そいつといたらきっとなんかいいことあるだろうって思って近づいてきてくれたらしいんだけど、俺は俺ですっごい面白いし、本当にこんな人出会ったことないから興味あって近づいてったっていうのが、まあ出会いだよね。だから相方になる前はまた全然違ったと思う、学生時代。ね、なんかずっと家に入り浸ってたの。はいはいはい。ずっとボンバーマンとか、初めの一歩っていう、もう俺らにとってはすごく思い出深いゲームなんだけど、はいはいはい、それをね、マジで24時間ぐらいずっとぶっ通しで、家で。大学生だな。やってたし、当時俺彼女もいたんだけど、で、あっちゃんいなかったの。うんうん、なんだけど、もう俺彼女よりあっちゃんといる時間の方が長かったから、彼女もなんかだんだんこうあっちゃんに対して嫉妬じゃないけど嫌気さしてきて、うん、また中田くんとこいるのみたいな、うん、そうあっちゃんはね、やっぱ彼女がいなかったね。まあ、なんて言ってるかわかんないけど、学生時代の自分も、うん、いや、なんかあの、はい、大学時代にできた彼女が1ヶ月付き合ったけど、はいはい、うん、その子が別な人と付き合いだして、そこから不登校になって、それでバイトに明け暮れたって話は、あ、そうだ、うん、その後に俺会ってんだ。そうかそうか、そうか、そうだからね、なんかトラウマがあるっていう話は聞いてた。なんだって、なんか観覧車がなんかでデートして振られたとかっていう話も聞いたし、かわいそう。で、とにかくなんかもう当時はもうモテないっていうエピソードすごい自分でも言ってて、で、なんかそういうね、まあ俺だけじゃないけど、結構あっちゃんの周りって割とポップな人がいっぱいいたんだ、はい、で、後に聞いたら、やっぱそういうポップな人間に囲まれてたら自分も、なんかモテそうっていうもうすでにね、そういう戦略的な、分析的なことが始まってたんだね、当時からね。いや、なんかそれは遡って小学生の時からって聞いた。え？どういうこと？小学校の時に、あの、同じクラスにめちゃくちゃ足の速い子がいて、はいはい、その子と仲良く、だから小学生って、あの、足が速い人がモテる、モテるモテる、だからその思考で、うん、そいつと
そいつにどうやって足が速くなるかを聞いて、はい、そいつと一緒にいたら俺もモテるはずで、その子は毎日走って帰るって言ってたらしいんですよ。ああ、なるほど。でそれで自分も実践して走って帰るようになったら、その友達はマラソン大会1位で自分は2位で、おそのワンツーフィニッシュできて、ああのっていう戦略だったって。へえ、俺その話聞いたことなかったけど、でもやっぱもうすでにそういうさあったんだね、戦略家というか。戦略モテ、それ恐ろしいね。しかも理由がモテたいでしょ。モテたい。根本にずっとそれあったのかもしれない。ああ、うん、俺もそうだけど、でも芸人目指すとかっていうところもきっと、はいはいはい、だってお笑いあっちゃんが好きになったのも高校時代に、なんか好きだった子を笑わせたいだとかなんとかっていう理由で、そうそう、好きだった女の子と話したいけど、うん、話したいか、話すその話し方がわからない、ずっとガリ勉で勉強に明け暮れてた、はいはいはい、で話し方を学ぼうって言ってそのバラエティ番組を見る、全部見て、そうだよね、で話し方というかお笑い、そこでお笑いにハマっちゃった。そうそう、だからさ、俺のことチャラ男とかさペラペラとか言ってるよ、もう根本正したら一番ペラペラモテたいからお笑い始めたって、もう俺より軽いからですよ。紐解いた、すごい奥底にモテたいがモテたい沼がわーって広がってる。いやいやいや、だからそうだよね、確かに、うん、いやだからでも本当に萌ちゃんとお付き合いして、はい、結婚した時とかまず超喜んだからね。あ、本当に、あ、進化っつって俺タレントのことを付き合って結婚するんだっつっていや、そりゃいや、そうなんだから、もうそんなこと絶対言わなそうじゃん。普通に喜んだからね。そうなんだ、はい、やっぱ奥さん美人だしさ、萌ちゃん美人でね、そういうその妻をもらったということに本人は多分めちゃくちゃ自信もついたし、本当に超嬉しかったんだと思うけど、学生時代はね、本当にそうだね。そっか、あのね、なんかでもあんまり合コンとか、うん、そういうのに行った記憶もないんで、でも苦手だと思う、なんか、はい、なんか番組の打ち上げとかでたまに、うん、その付き合いでキャバクラとか、あー当時あったかもね、スタッフさんとかに、はいはいはい、襲われてっていうのももうすごい苦手って言ってて、あーそんな好きじゃないかもしれないね、うん、あっちゃんね、女性は苦手なんだろうなっていうのは、あのそうだろうね。だけど俺学生時代覚えてるのはなんかバイト先のメンバーでカラオケ行ったのね。でその時にあっちゃん基本歌わないのよ、はいはいはい、やっぱ歌レパートリーが当時ね、氷室さんのキスミーと、でセロリとかのさ、あ山崎まさよしさんのワンモアタイム、はいはい、山崎さんのワンモアタイムとキスミーしかなかったね、うんうん、へえ、いや今も同じ、今もそう、おいマジかよ。でもっとなんか盛り上げたいみたいな、はいはいはい、子供がその つまんないみたいになった時は、うんうん、あの最近郷ひろみさんのゴールドフィンガーを歌うように。いや全然子供にさ、まあ、郷さんは刺さるか名曲だけどさ、全部山崎さんもさ、あの氷室さんも、そうそう、全然アップデートしないよね。アップデートしてないですね。だったけど、その時に俺とカラオケ行って、で、女の子もいたのね、でその時めちゃくちゃ盛り上がったのが、あのダパンプの IF を俺が ISSA さん歌って、はいはい、で、あっちゃんがあの当時ケンさんのラップパートを歌うっていうのをやったら、もうバーガーンってバイト先で受けたもん、それが。で、女の子もキャッキャ言って喜んだから、多分相当それが本人の中でいい記憶として残ってて、だから芸人になってもあの IF を2人であの 歌う間とかでやったりとかしたのはすごい本人自信がきっとあって、あ、そっか、それでなんだ、そう、めちゃくちゃあれ嬉しかったんだと思って、確かにね、その時のあっちゃんでも生き生きしてたもん、ね、そうなんだ。で、なんかそこでちょっとこう、いや、あんまりだけどあっちゃんがなんか面白いこと言って俺がなんか突っ込むみたいなのがバイト先でなんとなく定着してったの、うんうんうん、その時からじゃあコンビの形ができてたんですね。で、まあ、やっていくうちに俺お笑いにすごく興味持っちゃって、うんうん、というか、まあ、あっちゃんに興味持っちゃって結局、うん、この人といたらまあなんか売れそうだなみたいな、へえ、で誘ったんだよね。そう、学生時代本当に、まあ、組む前までは親友、うんうん、組んでからはめっちゃ相方っていう感じ、親友プラス相方かな。でもそれまであんまり藤森さんの漫才見たことなかった。ない、マジでなかった。
でもお笑いに飛び込もうって思ったんですか。だって俺が見てあの面白いと思ったネタあっちゃんの漫才だけだからね、当時情報として。だそれこそ川口君とやってた、はいはいはい、あの慶応のあれ学祭かな、うんうんうん、でやった時の VHS を見て、うん、もうゲラゲラあると思う。行くたびに見てたのその VHS。 へー、それあ何回も見てたの。そう、あれまた見してっつって、もういいだろお前って言われてたけど、いやいや面白いよこれっつって俺ずっと見てて、でそっからいろんな芸人さんのネタ見るようになった。最初に見たのは本当多分あれぐらいの感じだったかな。もう面白くてね。でもね、すごい消極的だったよ。俺がお笑いやるっていうことに対して最初は。なんか3回ぐらい断ったって、うん。絶対無理だからみたいなこと言われてたから。まあでもそれでも本当に本人の中でもやりたいっていう気持ちはきっとあったから、それをしつこく誘う俺に根負けして、じゃあやろうかって。で、コンビ組むって決まった日からは結構あのもう全然関係性変わりましたよ。めちゃめちゃスパルタになった。超怖かった。もうやだもん。今思い出しても嫌だもん。そんあの時のあっちゃん全然好きじゃないもんね。へー超怖かったし、厳しいし。だからいや俺そのね、そういうまあコンビだし、うんうん、なんかある程度俺も今日ねお笑い知らないから許容しなきゃいけない部分もあるから、はいはい、こう叱責されたりさ、うん、なんかこう怒られても仕方ないなと思ったけど、これね家族だったりとか萌ちゃんが、はいはいはい、もしあんな風なことをされてたらと思って、俺心がすごい痛んだ時期もあったの。大丈夫かな萌ちゃん、なんかこういう風なことでなんか詰められたりしてないかなとか。めっちゃ詰められますあるのそういうこと。あるあるある、夫婦間でも。やっぱなんかもう詰めてる時って我を忘れてあのその言葉がもう矢のように飛んでくるっていうか、もう言葉のないんですよね。妻にもあるんかい。 それやめろよ、ふざけんなよ。で最初はやっぱりすっごい傷ついたし、うん、はいはいはい、立ち直れないかもとか、うん、あこの人と一緒にいない方がいいかもとか。そういう時期あるよね。そうそうそう、わかるよ、うん、これじゃあ私の身が持たんって思った時もあったんですよ、うん、でもなんか私はそういうなんかジェットコースターとかすごい好きなんですね。俺も全く一緒だいやマジてか俺そむしろ言おうとしてたもん。俺も本当にそうなの。そうなんです。で私は学生時代に富士山に、はい、富士急ハイランドの富士山乗った時に、はい、ああもうこれ以上のジェットコースターには出会えないかもしれないと思ってショックだったんですよ、はい、だけど中田敦彦っていうジェットコースターを見つけてからそうなんだよね。なんかそのなんて言うんだろう、スピード感とか。いやわかる。もうさ、うん、刺激振り回されてさ、もう首もさ取れそうになるしさ体もこもうボロボロなんだけどさ、なんかもうあの体験を一回味わっちゃうと、はい、やめらんない。やめらんね。すごいそれ共感できるし、はい、そうだからいやこの人と、まあ、例えばね離婚して、うん、違う男性って、はいはいはい、もう無理だろうって思っちゃうんです。そうなんだよねいやだからねこれまとめるとね、中田敦彦が異常なんじゃなくて我々が異常なんです。我々の方がおかしい人種なの。どうやら、うん、なんですよこれ。やみつきになっちゃってやみつきになっちゃってうわーすごく良き共感者と理解者現れたわ。そうだったですか藤森さん。俺ジェットコースター大好きなのよ。だからだって俺も正直何度もうこいつと離れようって思ったことか。いやこれは俺の人生もうおかしくなると一生これ添い遂げるのかとかやっぱ考えた時期あったけど、はいはいはい、気づいたらだもんね。確かにもう禁断症状が多分出てくる。しばらくもっとくれよって。おい次のさなんか新しいプランくれよ、もう手震えちゃってるよやばやばいのよ。そういうことだったのか。中田中毒だったのか俺ら。まずいよ萌ちゃん。本当に、ね、どうにかしないとこれ。この道を来たらもう戻れないですね。もう後戻りできない。もう普通の男性には会えないし俺ももう別の相方には会えないしそうなんだよね。あそっか。でも
まあだからこそ、うん、そうじゃないお友達と会ってる時のこのなんだろう、なぎな感じがすごくなぎに感じるし、ですね、それはそれでいいし、心地いいんですけど、うん、でバランスだろうねそこの、うん、だから面白いんだよな。でも子供たちは、でも一回あっちゃんもね、俺と二人で喋ってトロしたことがあって、はい、やっぱり自分の言葉は強いっていうことを自覚してて、うん、でまあ慎吾だったり萌えだったりもそういう風に言ってしまう時があるけど、うん、やっぱこれが子供に言っちゃった時に、うんうん、やっぱり子供にはもうそれ耐えきれないものもあるかもしれないっつって、だからそれが俺はたまにハッて怖くなる瞬間があるんです。そう、いやでも意外と中田敦彦の子供なんだなって思ったりします。え、マジ？なんか本当に？そうで、うん、今小一の娘がやっぱ上だから、うん、はいはいはい、から厳しく叱られるっていうことも多いんですよ。息子の方はまだちっちゃいから手加減してって感じなんですけど、はいはいはい、うん、でも娘もすごくパパに言われた時傷つくけど、はい、でもパパはその後すごいリカバーするんですよ。あ、ごめんね、なるほど、あんなにたくさん言って、はい、でパパはあれちゃんが大好きだから言ってるんだっていうのを、うんうん、でそれで娘もすごい納得して、はい、で例えばその言い過ぎちゃってそのまま学校行って、うん、帰ってくるみたいな時もある、うんうん、その時に、いやパパ朝言い過ぎてごめんねって言ったら、娘が何のことってケロって忘れてるんですよ。ほう、すごいなんか、ま、中田さんも忘れっぽいとか、めちゃくちゃ忘れっぽいというか気にしないタイプだよね。そう、うん、あと私のプロポーズしたことも、うん、シチュエーションも全部忘れてたんですよ。全部忘れてる、マジで。俺との思い出も全部忘れてるから。そこ期待しちゃダメよ、もう本当にね。だからそれがいいのかな。そうそうそう、だからそういう感じで娘も言われて、その時はショックだけど、うん、なんか多分学校行ってる間になんか消化して、え、もう何のことみたいな。ああ DNA、 そうそうそう、ああ、でもまあまあそっか、うん、たくましいなと。たくましいね、うん、でも本当そうなんだよね。ガッて言った言葉に対してさ、ちゃんと理由もあるし、そうそうそう、別にその人傷つけてやろうとか、そうそう、意地悪してやろうとかじゃなくて、じゃないんだよね。だからそれ分かっちゃうとさ、こっちもさ、なんだよ、嬉しいなとか思っちゃうわけよ。ですね。だからまあ受け入れられるってもあるし、でも子供たちは子供たちで、受け継いでる部分もあるし、そう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 、たくましい部分もある。そうそうなんだ。へえ、そうか、面白いなそれは。全然ないっていうのは、付き合った時、はい、一番最初にそれは言われました。僕は、うん、CPU がめちゃくちゃ速いタイプだから、はいはい、メモリ全然ないから、うんうん、そこはでも了承してね。やかましいわ、やってよ、マジで。やかましい、うっせえわ。CPU 覚えとけよ、プロポーズぐらい。本当に多分いろんな情報日々入ってるから、はい、すぐ忘れんだろうね。そう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 、すっごい頭の回転。まあでもそれがまたいいのかもね。あんまりなんだろう、心にさ残ることもないから、あんまり傷ついたりしないのかな、あっちゃんって。その瞬間的にはうわって思ったりもするけど、確かに。でもそれを引きずってるっていうのは全然ないかもしれない。そうなんだよね、うん、だからさ、ほんとなんか拍子抜けしちゃうのはさ、うん、なんかで喧嘩したとするじゃん、うんうんうん、きっと萌ちゃんもあるかもしれない、はいはいはい、でこっちは結構それ2、3日引きずってて、あ、あります、結構態度に出したり無視したりしてるのに、うん、するするする、何の感じも関係なく、うんうん、俺こっち無視してるよ、今ムカついてるよっていう感じ出してんのに、うんうん、はいはい、もうケロッと忘れてさ、もう信号これなんだけどさ、はふざけんなとかって思うんだけど、そういう感じあるの？あるある、あります。私は1週間ぐらいなんかやっぱこう腹落ちしないなみたいな、はい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 、感情をずっと引きずって、うんうんうん、なんかそっけない態度取ったりとか、はい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 、してるんですけど、はい、それ全然全然響いてない、全然察してくれない。いや、そっけない態度取ってんだから気づけよって思うのよ。だからもうこれは無理だと思う。こっち今不機嫌ですよみたいな。そう、超鈍感でもあるんだよね、だから、ね、そう鈍感ですね、ある種、うん、面白いよね人って。どっかにこうどっかが鋭かったらどっかはめちゃくちゃ鈍いみたいな、そういうとこもあるけど、なんかでも
いいね、年にそうね1回ぐらいなんか萌ちゃんとこうぜひぜひ、まあ、シンガポール行っちゃってもあれだからリモートとかでさ、年に一度の中田敦彦会議中田敦彦町会議やりますか。やりますか、いいですね。俺も聞きたいし、ほらやっぱ近況さ、はいはいはい、本当に会わなくなっちゃうから。うん、確かに。こうね、一緒に生活してる人のこう、はいはいはい、いやなんかそういうので被害者の会とか立ち上げますか。中田敦彦被害者の会ブッキングすぐ集まりそうだな。確かにね。なるほどなるほど。それをねリモートで集めて、本人には響かない、はいはい、私たちの憤りを、はい、そこで会議してみんなで発散し合うっていう。なるほどね。いやなんかもう全然ねどういう形もあれだけど、なんかねせっかく萌ちゃんともこういう関係だからさ、うん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 、そういう形でつながっていれたらいいなと思うから。いや私は早く藤森さんのお嫁さんを見たい。いやそうね。でも一回会ったもんね、あのすれ違ったじゃん。そうそうそう、なんかお散歩、二人でお散歩してるところに偶然立ち合わせしちゃって、あの時のだから彼女、うんうんうん、だからまあそうね、次もしみんながまた顔を合わすっていう時は本当にそういう時かもね。僕の結婚式でどっかこうご招待するとかそういう時かな。楽しみにしてます。でもまあこういう関係自体はもう一生ね続けさせていただきますので、こちらこそ、まあ、まあ、我々はもう逃げられませんから、逃げられません、この定めから、うん、よろしくお願いしたいですけど、じゃあやろうね、またぜひぜひリモート、リモートでもあのシンガポールに来てくれて、あ俺行く行く、うん、シンガポールは絶対遊び行かしてもらう ねぜひ、うん、それもすごい楽しみだし、うんうんうん、まあでもあっちゃんの話も聞かせてよ。結局俺聞きてんだ、本人のいないとこで、本人いないとこでさ。本人も何言われてるか分かってないと思うから、そんなとこあったんだって、うん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 、本人がさ気づくいいきっかけにもなると思う。これを見て気づいてほしいですね。そうそうそう。これはね本人へのラブレターだと思って、ね、そうそうそう思えば思ってもらえればいいかなって思うんで、シンガポール気をつけて、はい、いってらっしゃい、行きます。もちゃんありがとう。ありがとうございました。ようこそフィレッジへ。